この場所のことこの子食ったよ。多分前に先生と昼間さんがやったやつと同じところのやつだと。いろいろねまたあったんで、ちょっと違う樹形で。これじゃ普通だもんね。こっちが正面だろうな。これだろ。これ嫌なんだよね。なんか面白そうだよ。全然入ってない。じゃあこれ五葉松、なかなかあの葉っぱが短くてね、葉生もいいですよこれ。以前川崎先生と昼間さんにやってもらったと同じ五葉だと思うんですよ。なのでちょっと前は吹き流しみたいな感じ、で昼間さんは畳み込んで。これの木の場合ここ模様がこうかなり強いものがついてるね、これね。そうですね、だからこれに合わせてちょっとこうこっちへ逆にこう返していくか、ね、こっち正面になるかわかんないけどさ、まだ正面決めてないですけどね、こういう軸絵にしようかな。なんか多分今までない感じ、ね、こう値上がりになってるんでね。あと次の段階で植え替えの時こう根っこがもうちょっと出せれば値上がりの形でいけばいいかなと思うんだけど、今の時点だとこのままこうやって戻す形で作っていこうかなと思います。でちょっと葉っぱ整理します。これ分かりました。ね、こう貫抜きがありますね、こことね、この辺もあるんで、と枝を抜いてきます。はい、であと葉っぱの量が多いんでこれ少なくします。少し古い葉を取るってこと。そうそうそう、古い葉っぱ、古い葉っぱってここがね、だいたいこの辺が境目になってるんですよ。ちょっとこれあんまりはっきり見えてないですけどね、ここでこのから下の葉っぱを抜いていくような形を取ります。はい、これで大きく開いてるでしょ。はい、ここから下が前年の葉っぱになりますので取ります。こういう形ですね。でこの葉っぱのこう首のところ、こう下を全部揃えます。が揃ってないと芽を起こした時きれいに上がってこないんで、これきれいに取っていきます。こっちの手で少しこう回していくんですよ、ここに。そうすると下が揃います。ここに揃える、こうやってみたのに揃わないから、こう回すと下が揃うんですよ、ここに。あんまり回すと折れちゃいますからね。こうずっと見ていくとこういう貫抜きがあるんですよ。これをどっち取るかと、これ立ってるの取っちゃおうか。ここも3本になってるから、長さはこれ使って、この2つ使ってこれ抜きます。ここに枝がありますからね、反対側のこっちに残す。これ取る。ここが4つあるな、これね。4つになってるからこれ長さを詰める。これは伸ばします。これを目使います。ここまた貫抜きがあるぞ。これ貫抜き多いですね。これがあまり取っちゃうとなくなっちゃうから、このつけとけじゃん、これ。でも今、フルッパ取って、貫抜きを抜いた状態。そう、枝抜き、貫抜き取った。3本とか4本出てると、2本にしました。だからここだけはちょっと、残しときます。これか、ここね、ここ貫抜き。針金で欠けたからこれ抜いてきます、ね、ここは。照明を決めてきます。これね、ちょっとこう上げてくればこの曲がりが見えると思う。今こうだからこれ上げるか、でこれで返してくる。これ針金かけます。一本通しちゃうか。導線は3分の1のサイズですか。そうだいたい枝の3分の1。それ導線の話。導線の話です。アルミ線だと木が弱いですから、もっと太くなっちゃう。枝の半分とか。何分、どのぐらいか、ちょっと。なるほど。
こことここにこう強い模様が入ってるんで、もう一箇所ここ強い模様入れます。ここ返したところね、かなりこう角鋭角に曲がってるんで、ちょっと同じぐらいにやってみようかなと思うんです。これだとやっとこで曲げると、ここかなり鋭角に曲がるんですよ。これ、ここにかくって、曲がりました。結構曲がったでしょ、これで。で、この缶抜きはどうするか。この間はね、ちょっと上に持ってきますから、これ、はい。こんな感じです。ここを取っちゃうと、これ後ろ、これ取れないですよね、ここがね。うん、後ろだからなくなっちゃう、それ、はい。ちょっとこのままでやってみます。針金かけて。取るんだ、最後。ですね、取っちゃうとね、ぐらいでもなくなっちゃうとね。こっちはなんで取れないですか。前取っちゃう。これでカバーしようかな。そうしようよ、これ抜こう。うん、抜こう。この缶抜きの、はい、これ抜き。ちょっとこう並んじゃうけどね、これね、1、2、3本並んじゃう、うん、なんとかなんでしょう、これなんとかなんここにあるからね、はい、これ抜きます。はい、あとは細かくかけていきますから。おい、ね、これ20番でかけていきますからね。おい、大変だ。小さいのは大変。細かいじゃない。ですね。もうみんなマンションじゃないですか今。うん。だからこういうのしか置けないんじゃないですか。一歩置けないもんね。うん。僕も小さいの好きですし、家にね大きいのあったら困っちゃう。これ全部かけ終わったですね。そう、軸を整えていきます。表面ここ、ここがね、ちょっと深くてもいいかなっていう感じがするんだけどね。なんか今やったのは、この目とこう繋げたの、はい、だいたいね、盆栽は一目で繋げていくんですよ、棚を。こことこれが繋がってるんだ、うん、でここに一曲入ったからね、こことここに入れてんだ。ここがかっこいい、うん、この同じぐらいの模様つけたからね、これ、ここってどうにもならないですか。ここがね、ここまっすぐじゃないですか。これ上げるか。あ、できる。ここにさっき上げるっつったんだよね。そうするとまた軸が変わってくるね。あ、でも分かりやすくなりますね、うん、さっきそうだよね。ここがあの重なってたから段作るって言ったんだよ、ね、あ、見やすくなった、うん、でこちらっとこう入ってくからいいや、うん、こうしようもったらここがチコッと入ってるでしょ、これが。あ、入ってますね、ライダー。かわいい。まあ無理したのはここだけだからね。そうですね、うん、いいじゃない。うん、ちょっと大きく見えるよ、これ木が。流れはどっちなんですか。流れはね、これどっちなんですか。左流れだ、これね。左の頭左ですよね。差し枝は右じゃないですか。ん、差し枝は右で、うん、で左流れ。左流れ。あ、いいです、ね、これも左持ってきてんだよ、これ。あ、確かに帰ってますよね、うんうん、あ、確かにそう。これがこっち右へ来ちゃうとおかしくなっちゃうんじゃないかな。あ、面白い樹形、うん、で最初はこっちに来たけど、そう、逆に高くなって風で、なんかこう風の流れっていうのを感じるんじゃないかな、これね。で、根上がりの木とかにはこういう形もいいですね。うん、こういうのもいいよ、うん、まあ、過酷な環境にいるから根上がって、うん、曲もついて
流れもこっちに左に流れていくっていう。ちょっと今ここがねこう一枚になってるからね、うん、棚がちょっとこう段作れれば、まあ、こういう台差台差ねこれねこれをつ全部つけとかないとダメだね、うん、そうかここ缶抜きになってる、うん、そう缶抜きだけど裏枝がこれしかないんだだからこのままでいいんじゃないかなここね缶抜きの部分が差し入れもうこれ取っちゃうとおかしいもんねおかしいおかしいこれも取っちゃっておかしいです、うん、あこういう場合もあるんですか、ね、これはあるねだからこういう枝を増やさなければいいね、うん、ここはちょっともっと太る可能性あるね、はいはい、これね幹と同じぐらいになっちゃうから枝を増やさない方がいいんだ葉っぱで調整しとかないとねちょっと特殊な形になりましたねこれ珍しい重要な3本缶抜きでも切れない缶抜きがあるとそう自然の中にだってあると思うよありますよ缶抜きいっぱいこの枝はさ、はい、この空間に入ってきてるからね、ここにね、うん、これ取っちゃうともう裏枝が立つとなくなっちゃうもん一体感がだいぶなくなりますよね、うん、なくなっちゃう裏枝ってのは大事だからね裏金はダメだけどね裏金はダメですよ今流行ってるけどじゃあそんな感じで、うん、今回五葉松ミニ盆栽ちょっと特殊なこの缶抜きと裏枝についてはありかなっていう感じだね、うん、なんやなきゃおかしいですよって感じですね、うん、というわけでしたはい、はい、ありがとうございましたはいどうも